家長の心配、フランツカフカ、原田義と役。ある人々は、オドラデクという言葉は、スラブ語から出ている。と言って、それを根拠にして、この言葉の成立を証明しようとしている。他の人々はまた、この言葉はドイツ語から出ているものであり、ただスラブ語の影響を受けているだけだ。と言っている。この二つの解釈が不確かなことは、 どちらも当たってはいないという結論を下してもきっと正しいのだと思わせる。ことにそのどちらの解釈によっても言葉の意味が見いだせられないのだからなおさらのことだ。もちろんもしオドラデックという名前のものが本当にあるのでなければ誰だってそんな語源の研究に携わりはしないだろう。まず見たところそれは平たい星形の糸巻きのように見えるし また実際に糸で巻かれているるようにも見える糸といってもひどくバラバラな品質と色と思ったキレギレの古いより糸を結びつけしかしやはりもつれ合わせてあるだけのものではあるのだろうだがそれは単に糸巻きであるだけではなく星形の真ん中から小さな一本の棒が突き出していてそこからこの小さな棒と直角に もう一本の棒がいいているこの後の方の棒を一方の足星形の尖りの一つをもう一方の足にして全体はまるで両足で立つように直立することができるこの組み立て品は以前は何か用途にかなった形をしていたのだが今ではそれが壊れてこんな形になってしまっただけなのだと人は思いたくなることだろうだがどうもそういうことではないようなのだ 少なくともそれを証拠立てるような兆候というものはない。つまり何かそういったことを暗示するようなものがついていた跡とか折れた箇所とかはどこにもない。全体は意味のないように見えるのだがそれはそれなりにまとまっている。それにこの品についてこれ以上詳しいことを言うことはできない。なぜかというとオドラデクはひどく動きやすくて 捕まえることができないものだだからだそれは屋根裏部屋や建物の階段部や廊下や玄関などに点々としてとどまる時々何ヶ月もの間姿が見られないきっと別な家々へ移っていったためなのだけれどもやがて必ず私たちの家へ戻ってくる時々私たちがドアから出るとき これが下の階段の手すりにもたれかかっていると、私たちはこれに言葉をかけたくなる。無論、難しい問いなどするのではなくて、私たちはそれを、何せそれがあんまり小さいので、そうする気になるのだが、子供のように扱うのだ。君の名前は何て言うのと私たちは尋ねる。「踊らデクだよ」とそれは言う。どこに泊まっているんだい 止まるところななんか決まっってていないや、ととそれは言って笑う。ところがその笑いは灰なしで出せるような笑いなのだ例えば落ち葉のカサカサいう音のように響くのだこれで対話は大抵終わってしまうそれにこうした返事でさえいつでももらえると決まってはいないしばしばそれは長いこと黙りくくっている木のようなだんまりだがどうもそれ自体が木でできているらしい それがこれからどうなることだろうと私は自分に尋ねてみるのだが、何の回答も出てこない。一体死ぬことがあるのだろうか死ぬ者は皆、あらかじめ一種の目的、一種の活動というものをもらっていたからこそ、それで身をすり減らして死んでいくのだ。このことは、踊らでくには当てはまらない。それならいつか、例えば私の子供たちや子孫たちの前に、 より糸を後ろに引きずりながら階段から転げ落ちていくようなことになるのだろうか。それは誰にだって害は及ぼさないようだ。だが、私が死んでもそれが生き残るだろうと考えただけで、私の胸はほとんど痛むくらいだ。